はい、皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にあります平田ドラム教室、ドラム講師武藤です。今日は、メトロノームをね使った練習で、テンポ130っていう、まあ最近の曲だと遅い方なのかもしれないんですけれども、まあ標準的な、8のフレーズで、まあ適当に叩いていきたいと思います。いろんなねパターンで、まあ、ずっと8のフレーズではあるんですが、ライド使ったりハイハットオープン使ったりですね、まあ、そこでバランスが崩れないようにするのがポイントかなと思います。はい、以上、ご視聴ありがとうございました。